はい、こんにちは。ABC がやけんです。本日はですね、可愛くないですか？まあ、これが全く関係ないんですけども、まあ、この前話したね、アルバイトというか、まあ、正社員も含めなんですけども、まあ、時給の上げ方ですよね。それで、一番やっぱですね、何年もやっていて上がらなければ、まあ、転職をお勧めします。で、まあ、やっぱ2、3ヶ月で、まあ、10円なり何なり上がらない場合はですね、もう少し自分のですね、立ち振る舞いやり方、仕事の仕方を変えてみるのも手だと思います。多分ですね、半分の人が一生懸命働いてると思うんですよ。僕自身見ていても、そして同じアルバイトとしてやっている時も見ていてもそう思います。なんですけども、やっぱりですね、自分が思う頑張る内容と、まあ、頑張ってほしい内容ってやっぱ違うんですよね。はい、アルバイトの方、正社員の方含め、自分のやりたいことをやるための仕事をするんだったら自営業になってくださいということですね。店長とオーナー、もしくはですね、チーフリーダーとか、いろんな種類があると思います。指示をする立場の人たちに対して、まあ、前回も言ったように 120% の力を出して、失敗してもいいから力を出して、これでどうですかみたいな感じでやってください。で、やっぱですね、こう雑貨店とかですね、やっぱ売り上げが変わってくるところですね。それはですね、やっぱあなたたち自身でどうやったら売り上げあるかを考えて、あなたがどういう立ち振る舞い行動したら売り上げに貢献できるかを考えて行動して、話して、どういうふうにやったらいいですか、時給上がるためにはどうしたらいいですかって本人から言ってると、時給が確実に早く上がります。これは間違いないです。僕がオーナーとかそういう問題じゃなくて、そういうもんです。ということで、2分経ったので、またいつの日か。バイバイ。